今日もまあこんな感じで始まるんですけれども、いつも通り新野コーチとお話ししていきたいと思います。そうなんですか、急に呼び出して、めっちゃ天気悪いのに急に呼び出して、なんですか。新野コーチって、指導を見ていると、やっぱりすごく伝え方がうまい。で、内容もすごい、言ってることすごいわかるし、子供がしっかり新野コーチの方を見て、なんか聞いてるふりじゃなくて、本当に、あ、染みてるんだなっていうのが、まあ、第三者から見ててすごい伝わるんだよね。へぇー。そう。で、俺もまあ、いろいろ勉強させてもらって、ちょっとまあ、真似するところは真似したいとか、いろいろ挑戦はしているものの、やっぱり新野コーチほど、まあ、うまく伝わってないのかなっていうのがあって、ちょっと今日はその辺を新野コーチにどういう伝え方の勉強をしてんのかなっていうのを聞こうかなと思って。伝え方、まあ、僕は子供に限らずなんですけど、例え話めっちゃやりますね。例え話か。そう。例えばって結構喋ること多いと思うんですけど、僕。っていうのも、例えば、じゃあ学校のあの、校長先生のさ、懲戒の話って子供聞いてないじゃん。そうだね。あれ、なんで聞かないのって言ったら、子供に興味のない話をそのまましてるからね。そう。で、まあサッカーやってる子なんだから、サッカーの話興味あるでしょって思うんですけど、まあ同じことを繰り返し言うわけですよ。だったら、子供は聞いたらその話と。だって聞かないみたいな。そう。それに対して、あの、聞いてんのか聞いてないのかみたいになるけど、まあ確かに、その指導者の言ってることは間違ってはない。そう。このじゃあ、会話の中からさ、もしかしたら自分にとってメリットとなる情報が入るかもしれないのに、聞いてないのもったいない。なるほどね。ただ、同じ話されたら大人でも、あ、またこの話ね、つって、早く終わねえかなって思うし、そう。ってなったら、まあ、いつもと話を変える。言ってる本質的に伝えたいことは一緒なんだけど、話してることを変える。あれのコーチたまにすごい変なこと言ってるもんね。この間はデートの話しました。だって、練習中に、マリオカートみたいな。あ、マリオカートみたいな。どうしたんだよ。あるわ。セレクティブステップ最初マリオカート出してって言ってたから。そういうことだよね。そう、なるほど。だからこのマリオカート出してっていうのを、高校生のサッカー指導では使わないとか。そう。カテゴリーに沿って、そう、分ける。伝えたい対象が聞いてくれる言葉とか。だから、鬼滅の刃、僕漫画読めないんですよ。長いし、なんか、めんどくさいから。でもなんか、例えば鬼滅の刃で例えたら聞いてくれなかったら、鬼滅の刃ちょっとは知っといた方がいいよねとか。そう。あと、大人に話すときだったら、結構、まあ、あんまり営業職みたいな、そんなやったことないですけど、で、なんか話したい、興味持ってほしいときは、その人が何に興味あるのかを、調べられる範囲である程度調べれた方が、いいかもしれないですよね。確かに、俺も昔、まあ、某電気屋さんの、バリバリ営業をやってたんですけど、クソブラック企業と噂の、基本的にやっぱり会社のスタイルとしては、どんどんお客さんに声をかけなさいっていう。ああ、確かに。未だにっていうか、どこもそうじゃん。はいはい、やっぱりお客さんが商品見てたら、どんどん声かけして、まあ商品を売ろうっていう、スタイルなのは昔から変わらないと思うんだけど、俺、それがすんごい嫌で。なんか、俺もともとそういう風にどんどん人に声かけれるような人間じゃないから、お客様はこちらの商品どうたらこうたらとか、すんごい嫌だったの。嫌な理由が、お客さん絶対嫌がるだろうなっていうのが心のどっかにあったから、なんか洋服屋さんとか行ってもさ、自分が結構こう探していい服ねえかなってやってるところに、スタッフにこう入ってこられたくないのよ。いや、わからなくはない。俺はね、俺は。だから、ちょっとなんか声かけるの嫌だなって思ってたけど、興味ある話だったら、確かに、まあなんだろう、その商品欲しいから見てるんだけど、ザ営業みたいなさ、よく聞くありきたりな言葉、サッカーの指導でもそうだけど、よくある話をされたところで、確かに。わかったわかった、そんなの知ってるから、はいはいはいってなるんだよね。確かに。それね、確かにと思ったのが、僕前営業もあるんですよ。しかも、ただやらされてる営業マンというか、結構優秀な、なんか、もともとアメリカで、トップ張ってた営業マンとか、それちょっとなんか、すごいなーっていう営業マンが多くて、が、もともと友達のパターン。だったら、その友達から、どういうことやってんのみたいな。なんか、コツあるのみたいな。言うと、その人も言うし、逆にその営業されて知り合った、あ、すごいなっていう人たちも、共通点が一個あって、早速喋んないんですよね。そう、早速商品の話をしないっていう。で、こうやってる人ってぶっちゃけ、まあいると思うんですよ。多分営業の業界では、なんて言うんだろう。まあそれがスタンダードなスタンス。最初はちょっとなんか世間話を入れてから、じゃあ、この商品の話をしようっていうのが多分結構やってる人多いんですけど、話し方が違うんですよね。そのすごいなって思う人たちって。だってうざってなこの人っていう営業マンって、なんかその、マニュアル化に乗ってそうな話。いや、もう最近暑いっすよねみたいな。みたいな。なんかどこどこか行かれたんですか、へぇー。今日なんですけど、帰るけど。いや、何よ、じゃあいらねえよっていう。早く話せよってなるんですけど、本当になんかすごいなって人って、僕の話をしてくるんですよ。そう。サッカー指導だとか、インスタ、
見ました、やっぱ。要は、原野コーチに興味を示してくれてるっていうか。そう。その僕の話で盛り上がるから、僕も自分のことだから話しやすいし、そう。で、向こうの話されても、それに関連してる内容だから、僕も参考になるから、なんとかなんですかっていう質問をしちゃうし、そうなんだ、超面白いこと喋ってんのっていう時に、そう、あ、すいません、忘れてました、みたいな。そう。ってなるから、なんか、興味ない話でも聞こうってなる。なるほど、ね。そう。そのお客さんに話させるってことだよね。あ、そう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 。自分が営業だからって話すってよりかは、うん、お客さんの話をひたすら聞くみたいな。そう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 。やっぱり人間ってなんかその心理学とかでもなんかあるけど、その共感って結構キーワードじゃないですか。うん、でその共感がないとまず聞く意味を持ってもらえない。うん、ってなった時にそのまあ、いくら必要なこととはいえ、自分が該当してると思わないままの人にどんだけ大事なことを説明しても聞いてくれない。うん、だったら、まあ、それこそこの辺で言ったら、中学生に、まあ、デートを例え話に使ったり、あとは、まあ、小学生だったら、なんだろうな、ゲームとか、うん、あとスイッチの話したり、ね、そう、アニメとか、うん、漫画とかの話をぶっ込んだり、うん、野球やってる人に何か伝えるときは、まあ、野球で例えたり、そう。っていうのが大事だなと思ってて、それの能力を上げる方法みたいなので、そう。一個具体的な、何か目標物を決めるじゃないですか。うん、そしたらそれを、なんか抽象化してくるんですよ、3回。で、野球とかで言ったら、じゃあ FC バルセロナを野球の、経験者に説明してください。なったら、まあ、日本の野球で言うとジャイアンツかな、みたいな。そしたら、ああ、強いチームなんだってのまずわかるじゃないですか。とか。っていうのも訓練になるみたいなの話を聞いて、そっからいろんなものをそれやってたんですよ。そしたら、なんかそのじっくり考えなくても、パッてなんかあった時に、これを他のもので例えられるのが、スピードが、わかんない。上がった気がしてるんですよ。ああ、確かに。うん。俺そこがないかもしんない。今、何どういうことってなったのも、そういう能力が多分ないからだ。そうか。結構これできると、なんか理解はしてもらいやすいかな、みたいな。まあ納得するしないっていうのは価値観の違いもあるけど、俺の言いたいことも理解してもらえるスピードが上がったかなっていう。うん。原野正樹。イケメン。25歳。違うじゃん。プロフィールになってるじゃん。